分だけ動く。はい、入った。形を崩さないまま短く持った方がこう打っていきやすいんじゃないかなっていうところで、まあでもまあ今いろいろと、まあポイントポイントっていうのをお伝えしたんだけれども、じゃあそれをやるためにはどうしたらいいのっていうところになってくると思うんですけれども、どうですか、さきちゃん。私的には、はい、こう体をだけで回せって呼ばれると結構こっち側を意識して、はい、こう余計開いちゃう、まあまあこういう、こういう、こういう、はいはい、こういうことこういう感じになっちゃうかなと思うんで、なるほど。逆にこのヘッドと右肩がこう同じ動きをする感じ、まあ、要はだからここヘッドとこの肩が、はい、まあ一緒に動くようなイメージかな、はい、それと手ってこうこっち側に来るじゃないですか、うん、体側から離れないで、はい、来るかなと思います。なるほど。ちょっと突っ込みやすくなるかなとか思うんですけど、うん、ちょっと意識を右肩を止めずに、うん、ああなるほどね、はい、まあでもそれがまあ分かりやすいですね。はい、やっていく中で。今止めちゃうとこういう感じにヘッドが勝手に動いちゃう。なるほど。はい。しっかり右肩をこう回していくことで、よう当たるね。回していくことでこうアドレスの形から変わらないんじゃないかなと思います。なるほど。はい。まあそうですね、ポイント、まあ、おがちゃんとしてはですね、まあ、じゃあどういう練習をしたらいいっていうところは、まあボールが打つボールがあります、まあ、このボールを打っていくわけなんですけれども、仮想でここにもう一個ボールがありますと。でこっちのボールを打つイメージで打ってあげる。そうすると意識としてはやっぱりダフりにくく、こっちにボールがあると思ったらここが要は打つ予定のボールになるから、でその手前に本来のボールがあるわけで、うん、ってなったらダフりにくくはなると思うんですよね。でここのボール、まあ、コメさんもねこの間同じようなこと言ってたけど、そこに一回置いてやるし、でそのままそっちのボール、前のボールを打つイメージで。あー、おーしい。確かに、うん、まあいろんな工夫をそれぞれして、まああとはなかなかね、そのこうまあ皆さんねお仕事の関係上でこう練習場に行く時間がなかなか取れないとかっていう問題もあろうかと思いますので、うん、そういう場合はじゃあどうしたらいいのっていうところで、お家でちょっとできる練習法といいますか、うん、まあ、お家に、まあ、もしパターマットがあったらですね、パターマットのところで、まあ、ここにパターマットがあるとしまして、パターマットのところでこうイメージしてそのチェックポイントを意識しながら素振りをこうしていただくだけでも全然結構です、うん、っていうのが球を打たなくてもそのクラブの 質量といいますか、だからこうあの毎日クラブを握るだけでもそのクラブの重量感っていうのがすごいあの頭の中に残りやすくなるんですね。だからなかなか時間が取れなくて、あ日曜日ゴルフだなんていうね、で練習行ってないけど大丈夫なんかなって言ってこうコース、いざコース行ったら、あれクラブこんなに重たかったっけな、あれこんな軽かったっけなっていう状況に結構なる方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それをやっぱり、ね、毎日じゃなくてもいいですよね。毎日じゃなくてもいいんですけど、まあ、できる限り、まあ、パターマットの上にこうやってアプローチのこう素振りをしていただくだけでも全然こう効果があるんじゃないかなというふうに思っています。確かに。なんかボールがあるとやっぱ当てにいっちゃうからですね。そうね、うんうん、その形を意識してこうボールがないところで素振りの方がいいかもしれない、うん、そうね、うん、まあっていうところをね、あの皆さんちょっと
はい、自分の練習されるポイントとしてちょっとやってみていただきたいなと思っております。レッスン今10ヤードぐらいの想定でしたけども、これ20ヤード30ヤードぐらいどこら辺ぐらいまでの幅でこの打ち方っていけるんですかね。クラブが変わっても同じような意識という形。意識は一緒ですね。意識は私はショットも全部結構同じ意識、まあグリップのこの握る場所とかは変わってくるし、アドレスの大きさも変わってきますけど、この手の通る場所だったりとか、このあんまりこう私はショットでもこういうのは使わないので、まあ、このアプローチの延長で打ってるって感じですね。なるほど、はい。うん、まあ打ち方としては、まあ、この形デフォルトのねこの打ち方ですけど、うん、まあ20ヤードぐらいまでは全然対応できると思います、うん、この打ち方で。ただやっぱりその先、まあ人によっては30ぐらいも打ってると思うんですけど、そこから先はやっぱりどうしても少しこう腕の運動が40、50ってなってくると入ってくるんで、まあ、そこはまた別の機会にお話できたらなと思います。でね、もちろんあの今サンドウェッジ、今58のねあのサンドウェッジしか持ってないんですけれども、この打ち方っていうのはアプローチのクラブが変わっても一緒でございます。例えばじゃあこれをじゃあピッチングでアプローチしますね、じゃあまたまた8番アイアンでアプローチしますってなっても打ち方は全く一緒。確かに一緒ですね。っていうことはやっぱりそのある一つのそのね自分の形アプローチの形っていう基礎ができればクラブが変わっても打ち方が一緒だから攻めの幅がやっぱ広がりますよね。あとはやっぱりそのピッチングとかだったらね、サンドウェッジよりやっぱ球が飛ぶからその分振り幅はやっぱ小さくなってる。じゃあ30ヤードは振り幅がね変わるから打てないっていうところもクラブが変われば振り幅が小さくなるから、まあね、ちょっとこう転がしが使えるようなところだったら同じ打ち方でも大丈夫でしょうし、そうですね、うん、まあそういう、引き出しがそういうところではないでしょうか。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。まあ、今回はまあピンまで10ヤードのオーソドックスなアプローチということだったですけれども、まあね、気をつけるポイントとしては3つぐらいですね。はい、まずはグリップをちょっと短く持つ、短く持つと何でしたっけ、何でしたっけ、まあ、短く持つ、あ、手元をこう動かさないね、はい、ね、形を変えないまま打つ、そうでした、と上下の動きをそうね、ここね、はい、ボールとこの体の距離感をイメージを変えないイメージで打ち上げる、その3つですね。はい、その3ポイントでございます。まあね、これを皆さん、はい、ちょっと見ていただいた方はぜひですね、あの練習場でも、まあ、コースでも、まあ、お家でも結構ですので、まあ、実践していただいて、はい、あのまあ、自分のスキルアップにつなげていただけたらなと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。で、まあ、この動画が皆さん良かったと思われる方はですね、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。じゃあそれではまた次回、さよなら、バイバイ。